こんばんは、カレンダーズギターボーカル黒田和之です。マジコブライフボーカルギター高津信之です。シットハプニングギター岩瀬浩二郎です。いろはベース小野正文です。おさあ、この番組スリップストリームは栃木のバンド情報をたっぷりとお届けする番組でございます。はい、ちょっと一つ気になりました。どうしました、はい、浩二郎くん準レギュラーなのになんで小野さんよりも先に言ってるんですかね。いいよ別に別に全然いいけど。いやちょっと気になるな。それは違うでしょ、やっぱ真ん中に入れて最後に俺が締めるから。いい、あもう本当にその通りです。えあさすがっすね。何すかそれ、副班長的な感じですか。副班長、班長やっぱ一番後ろにつくってことだよね。そういうことなの。そうです、うん、ってことは俺は副班長でもなかったんだ。そうだよ。あそうだったんだ。俺3番手だったんだ、うん、だって全然来ないじゃん。全然来ないね。すげえ久しぶりだよね。久しぶりです。ありがとうございます。これってありがとうございます。もうよく分かんないけど嬉しいですよ。なんかこの4人でやるのって初めてぐらい。そうなんですよ、初めてですよ。初なんですよね。うん、ね、嬉しい。ノブさんとも別々やってあるし、カズさんとも別々で今日初めてなんで、うん、もうめっちゃテンション上がってます。そっか、小次郎くんかわいいな。うん、嬉しい。いいね、4人揃うと俺1分ぐらい黙ってられる。久しぶりに1分ぐらい黙ってた。なるほど、本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろね、お知らせすることがたまってきたからいらっしゃったんじゃないですか。いや、うん、いやいやいや、もうだから来たんでしょ。じゃあ毎回来たかったんですけど、先月も本当九州に出っ放しとか、本当にほとんどもう東京にもいなかったですもん、うん、へえ。いやもっと興味持てや。なんでへえ。へえ深い深い。へえが深い。へえの癖が深い。ね、それ行きたかったんですけど、うんうん、そうそう、だから、ね、やっと来れたから嬉しいです。別に情報が来たからとかたまったからとかじゃないですよ全然。じゃあ今日お知らせする情報ないね。あります、いっぱい。話させてください。ないよね。お願いします、うん、別に新曲とか持ってきて。持ってきてます。持ってきてた。持ってきてる。持ってきてる、はい、紹介させてください、はい、うん、これはあれですか、土地フェスを目前に控え、はい、新曲の発表ということでよろしいんですか、うん、それでも土地フェス終わりの発表ですか。ですね、あのリリースは土地フェス後ですね。あ、はいはい、なるほど。4月26日になります。タイトルは何て言うんですか。じゃ あもう言っちゃいます。一応両A面シングルなんですけども。出た、はい、いいですね。じゃあどっちにしようかな。本当の A はどっちなの。どっちだってどっち向いても A だから ね、うん、両 A 面だからね、うんうん、俺とのチから見たこのもう2人のビジョン見た感じだよね。両 A 面みたいな。あーね、すいません、僕と同じ感じ。いや何言ってるんですか。逆にどっちだから、そっちから見た。そっちから見た時どう。どっちが B かな。C と D かな。C と D じゃない。シングルだったら D 入らない可能性ある。 B もいないの。CD って CD じゃん。コンパクトコンパクトディスクじゃん、うん、じゃあ曲いきましょうかね。じゃあもう俺たちの2人で、うん、コンパクトディスクス。ゴロ悪いな。コンパクトディスクス。お笑い芸人みたいになってるじゃん。じゃあいいですか、曲爽快な曲からいきたいなと思います。確かに4月26日にリリースいたしますマジックオブライフのニューシングルですね。そちら線香花火ランブランデブーというシングルなんですけども、ランブランデブーから聞いてください。
りしたのはマジックオブライフでランブランデブーでした。レディオベリースリップストリーム、サポーテッドバイノーマンジフォールーラーレコーズ。ノーマンジとフォールーラーレコーズは栃木の音楽を応援しています。いい、あ、本当ですか。めっちゃいいっすね。本当に。マジックオブライフファン代表として言わせてもらいますけど、ちょっと待った、俺も代表、ちょっと待った、俺も言わせてください、うん、先に浩次郎君から行こうかな。言わせて、言わせて、言わせ、本当めちゃくちゃ好き。本当に、うん、なんかこう朝一発目に聞きたいっすね。あ、爽やかだからね、うん、車に乗ってさあもうちょっと憂鬱だな、今日仕事やだなと思っても、うん、この曲をかけたら、うん、さあ行くぞ。おお、なるほど。そんな気持ちにさせてくれるような曲なんじゃないかなと思います。胸いっぱいにあなたがいるからね、うん、立ち止まる暇ないって言ってたもんね。なるほどなるほどなるほど。戦う感じの楽曲なんですごく好きですね。あ、嬉しい。これねちょっとねアコースティックギターがね、うん、12弦ギターなんですよ。おお、もう大変だった弾くの。大変そう。弾いた時ない。12弦ギター。あ、そうそうなんですよ。ネックも太くて。カズさん弾いたことあります？12弦ギターないです。すごいんですよ。もう指がもうタコもカチカチだの。タコもつくし、あとはもうここ筋肉痛になりますね、腕が。次の日そのぐらい結構握力を使う。すごい使います。あ、そうなの。ネックも太いん。ネックも太いで12弦入ってて、はい、あの要は6弦にオクターブ下がある。あ、6弦に1弦。なるほどなるほどなるほど。5弦にはそのオクターブ下、4弦にはオクターブ下で、3、2、1はなんつうの、同じ弦が張られてるのね。ああなるほど。そうなんですよ。へえー、面白いよ。だからあんなかんな ふくよかなサウンド。すごい広がる。めちゃくちゃ壮大な感じの。そうなんです。実はこれエレキも12弦ギターで弾いたんですよ。おお、珍しいですね、エレキで12弦。ほとんどエレキは入ってないんですけど、はい、ほとんどアコギで広げようとした楽曲だったんで、はい、でもなんかこう普通の6弦ギターで弾いたらなんか溶け込まなくて、あ、急遽12弦を借りて。なるほど。弾きました。でもすごいいい感じにマッチしてます、ね、そう、なんかリバーもう天然リバーみたいな感じになって広がる感じですね。そこで広げました。素晴らしいですね。どうですか小野さんは、どうでしたか。ランブランなんか4月っぽいっていう感じがしますね。なんか出会いもそうだし別れもそうだしっていう感じのなんか歌詞とか聞いてて、うんうん、あとはなんか何ですか、音妙とか地味猛涼とかなんか、はいはいはい、京都っぽいというか和っぽいというか、うん、なんかその舞台というかそのモチーフみたいななんかあるんですか。これはですね、まあ、地味もあるというか、まあ世界のルールに従わねえぞっていうか、なんかこう暴力的な音量で右向け右ってこう叩かれてもその左側に何億の涙があるみたいな、これ本当なのかみたいな、そうやって支配してる左側裏では何か起きてる、悲しいことが起きてんじゃないかってなって、俺は知るかみたいな、前行くぞって、もしビビってても一人じゃないから、胸にいっぱいあなたやその出会ってくれた人たちがいっぱいいるから、僕は一人じゃないから、一人でも一人じゃないから戦える、前に進もうっていう感じですね。でそこで地味能量とか、なんかいろいろ陰陽とか、そうなんか、いわゆる表裏一体な感じですね。そうです、そうです。なるほどなるほど。そういうものが出てくるというか、そんなそういうものに怖がらないぞみたいな感じですかね。いいですね。ありがとうございます。よかった。カズさんどうですか。私はね、いやまずこのリズムの点が今までにもまたちょっとない感じの振り方で、はい、割り振り方が、素晴らしいのと、はい、これもう毎度のことなんですけど、俺もう正直これはちょっともうまた使われるかわからないんですが、はい、僕もマジックオブライフの音源聞いてて、はい、いいなって思うマジックオブライフの曲は、はい、もうまあ抜群にやっぱりノブの歌がいい、ことがやっぱり大前提で、自分の中の多分これ結構のファンの人にもあると思う、実は、はい、これ実はある話だと思ってて、はい、そのこのノブさんの歌い方が好きっていうツボがみんなあると思うんですよ、うん、ノブさんの歌い方のツボがいろいろあると思ってて、はい、このランブランデブ、うん、はい、
のこの歌い方は僕大好きです。わおあしごめんなさい、もうメロディーちょっとあのノブ君の歌のメロディー今なぞろうとすると結構高いから俺も張っちゃうんですけど、はい、今回サビの、中盤のどこだったかな、はい、あのねいつものノブだったらファルになるところをファルに行かなかったところがあって、はい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 、それが俺はグッてきちゃって、あ本当ですか、グッてきちゃって本当ですか、嬉しかった俺は、よかった、パッてスコンって結構分かりやすくちゃんとはっきりと日本語をパッて発音して歌い切ってる部分があって、サビの途中で俺は気持ちいいな、よかった、すごいね、よかった、あといつになくハキハキあの歌ってますね、そうですね、今回は2曲ともどっちともそれはすごい意識しました、うん、あのサッと入ってきますね、日本語をちゃんと、もう滑舌が悪いからすごい練習して、そうですね、いつもやっぱり話しても聞こえないもんね、うん、そうでしょマジだった、マジか今まで聞こえなかった、聞こえないんだよね、勘でね、勘で喋ってるからね、こっちも結構会話してたと思ってたけど、たまに俺おのっちに勘だった、何て言った、うん、なんだかじゃないんですけどみたいな、うん、お前もさだかじゃないんだ、お前もさだか、付き合い長いんだけど、お前だってもう18年とか一緒にいるだろ、ずっとあやふやマジか、多分、うん、多分じゃなくてセオリス俺って言ったかな、いや俺セオリスなかなか使うとこないよ、なんでいきなりセオリスって言ってんの、俺やばいよ、まあとにもかくにも歌い方大好きです、ありがとうございます、あとすっごい細かいこと言うと、うん、声の EQ も素晴らしいです、おお EQ というと、イクライジングが素晴らしい、あ本当ですか、うん、その気持ちいいところの気持ちいいというか、はい、あのノブくんの、うん、ノブくんこのぐらいの EQ でミックスしてくれたらエンジニアさんいいのにと思ってた EQ でやってくれてます、うわなんか珍しく、ね、珍しく褒めてくれてないですか、なんかいい太さ、マジックの曲ってみんな音いいっすよね、まあ音いいんだけど、俺はやっぱりノブくんの声の質感は毎度毎度毎作品気になっちゃう、なるほど、うん、で今回は素晴らしいです、いや嬉しいですね、あの耳にかね、うるさいカズさんが耳がうるさいと思って耳が厳しい、耳が厳しいカズさんに褒められるのは非常に正義感があって勇敢に歌っている曲なので、あのすごい、それがちゃんとちゃんとスッて入ってきて勇敢なイコライジングですね、あ全然聞こえ方が違うんで、そこのバランスが素晴らしいのでもう一回聞きましょう、これをねもう一度聞きましょう、もう一度は聞きません、もう一度俺は聞きたい、もう一曲あるから後で聞いてください、後で後でね、いやでもこの後カズさんと小野さんと宝次郎くんの話を聞いた後にまた曲を聞いたらちょっと変わるかもしれないね、確かに、うんね、俺もやっぱりもう一回聞きたい ね、そんなことをちょっとね思いながら聞いてもらうとめっちゃね、うん、マジックオブライフの音源楽しくなると思います、うわやっぱ聞きどころが違うね、先生、うん、いやありがとうございます、本当に、いやでもこれって、うん、あの自分たち、うん、特にカレンダーズみたいなのも超 DIY でやってるバンドではなかなかできないことを、うん、もうマジックオブライフはもうプロなので、うん、プロ集団の中でやってるわけじゃん、うん、プレイヤーがプロ、エンジニアさん もう完全にプロ、プロのスタジオ、うん、そういうところだからこそやっぱり鳴らせる音、うん、音質、これはもう本当にねプロとしてやっている特権だし、そうですね、ありがたいこと、あの僕らではもうなかなかなし得ないやっぱりサウンドを毎回届けてきてくれるので、はい、非常におじさん嬉しい、あ幸せ、カズ、うん、おじさんありがとうはい、カズおじさんでしたカズおじさんのコーナーでした、カズおじさんのコーナーでした、あ音楽好きのね、はい、撮れましたかね、撮れましたか音楽好きのカズおじさんのコーナー多分 2,3 週したらカズ G って言われる最初カジさんとかカジさん、もう違う人になってもう名字みたいになっちゃう、カジ、ありがとうございます、はい、じゃあもう一曲、両 A 面ということで、はい、あともう一曲あるんですが、うん、のぶさん、はい、4月7日金曜日ということで、4月7日金曜日か、来週、うん、そしてもう一晩寝ればえ、ね、眠ってしまえば、え、なんだ、あのフェス、あのフェス、え、あのフェスですよね、なんだあのフェスってありそうだな、あのフェス、うん、何のフェスですか、
そうですおじさんだろそれは。私が特別です。特別ですか。やめて今のガッとしてください。恥ずかしい。いよいよですよ。振ってないよ。振ってたじゃん今。振ってない。いやいや俺のせいじゃないよ今のは。カズさんのせいですよ。カズさんです。誰そんですじゃねえよ。誰じゃねえよ。やめろよ。そうです4月もうそうだそう4月15日、はい、土曜日はですね、待ちに待った我々マジックオブライフの主催フェス、音楽フェスです、うん、Don't Stop Music Fest 栃木2017という名のね、通称都市フェスが開催いたします、うん、待ってました。いよいよですね、はい、栃木市総合体育館で開催いたします今年も。はい、もう11バンドもう全バンド発表されたんですけど、もう一度ちょっと軽くお願いします。おさらいしていいですか、うん、はい、もちろんです。僕らマジックオブライフです。そしてオープニングアクトがギフトメンがまたね、発表されましたか。はい、去年に引き続きいい、ね、あのギフトメンが真夏のサンタクロス集団の8人組がね来てくれますと。そして、3年連続出場の空想委員会ですね、うん、おそして今年初出場です心オークション、おーシーズ、うん、おーシビリアン、おお、もともとリュウリュウというバンドでね、1年目に出てくれました。そしてチェコのリパブリック、バットマンズアフタースクール、去年に引き続き出てくれますブライアン・ザ・サン、そして宇都宮のバンドですねホーリー、そして3年連続出場してくれましたしてくれますリズミックトイワールド、相棒ですね。そしてこれ初出場ですねレゴビッグモール、全12バンドでね、この日を彩るということで豪華ですね。はい、豪華だね。他にもですね、今年はですねフードコートがね充実してるよということなんですよ、うん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 、世界パスタチャンピオンのスペシャルパスタが食べれるよと。なぜ、はい、世界パスタ大会これすごいよね。初代チャンピオンの山田シェフが出店、栃木市の地元食材を使った世界一美味しいパスタ、トチフェスでしか食べることができない特別なパスタが、食べれるよと。すごいな。はい、そして栃木市内の老舗の鶴見食堂さんのカツ煮まんが出るんだって。はい、いいっすよね。創業以来あのカツ煮まんです。あのフォルムのなんです。いわゆる見た目は肉まんだよね。その中にカツ煮が入ってる。もう創業以来50年継ぎ足し続けた秘伝ダレを使ってんだって。おお。そして栃木市生まれのとちおとめですね、いちごも出るよと。いちごも出る。うん、あとはね、ハートのダムカレーね。ダム、はい、あのね、栃木市の渡良瀬湧水地というのがあって、ダムがあるんですけど、ハート型のダムをモチーフにしたカレーですね。なるほど。そして小江戸市場、栃木市の、蔵の町にあるね小江戸市場というもの、お店があるんですけども、そこの栃木小江戸ブランドのね、商品がね何点か出てくるよと。そしてまた今年もカズさんが来るよ。カズおじさん来るの。カズおじさんも来るよ。去年はね、あの松田ミネコーヒービルジングで、はい、桜川のカクテルとかいろいろもうおしゃれなね、うん、ノンアルコールカクテルですよね。そうですね、はい、ノンアルコールカクテル、はい、たくさん出してくれて、もう本当に人気でマジックオブライフのファンの子たちが本当喜んでくれてたんですけども、今年はですねその姉妹店ですね、ホワイトルームコーヒーさんが今年は出店してくれるよということで、うん、どうですか今年は。カズさんも来てくれるんですよね。僕も行く予定ではいます。ありがとうございます。え、じゃあカズさんもオリジナルカクテルが出るわけじゃないんですか。いや、僕と佐山くんとあと松上のコーヒービルジングのスタッフで今本当に真剣に考えてます。ありがとうございます。なるほど。じゃあまだ何が来るかわからないと。楽しみ。そうですね。今年はでもね、はい、去年やっぱり意外とアルコール飲まれてるお客様もたくさんいらっしゃったので、うんうん、ったですよね、そのオリジナルカクテルの中でもアルコール入りのカクテルもやりたいな。やった、うん、またマジックオブライフの楽曲でモチーフでやってくれるんですか。やった。な、今のところなんか、ね、シビリアンソーダとか、ね、なんでシビリアンソーダ。シビリアンバンドじゃん。あ、本当、うん、この曲やりたいなみたいなのないんですか。え、考えてますよ。本当に考えてますか。考えてます。楽しみです。はい、お待ちしています。カズさんにも会えるよ。僕はもう本当に多分ほとんどずっとライブを見ています。あ、今回はね、予定です。今回はそっか、はい、前回はねもうずっと仕事をしてる。まあそうですね。でも前回も佐山くんがもう前回の都市フェスから佐山くん働いてて、はい、あ、そうなんですか。そうなんです。そっかそっか。じゃあお待ちしております。はい、はい、レビューバリースリップストリームサポーテッドバイノーマンジホールーラーレコーズ
ノーマンジとフォールーラーレコーズは栃木の音楽を応援しています。レディオビリースイープスリム、そろそろお別れの時間です。はい、あっという間ですね、あっという間でしたね。来週もね、うん、引き続き、はい、高須さんいらっしゃってくれるということで、お願いします。ぜひお願いします。まだ話したいこと、いよいよお願いします。いや、いよいよ認め始めた、ね、まだ話したいこといっぱいあるから。まあでもね、うん、もうこの2週間はもうやっぱりトチフェスマジックオブライフスペシャルですよ。ありがとうございます。両 A 面のもう A 面も聞きたいんで、もう A 面をね、来週流せたらなと。そうですよ、この C と D 面も楽しみにしてますよ、うん、C と D 面はね、 C と D 面、俺が D かよ。でも俺が D か、でも言うほど嬉しくないですからね、 C だし。まあまあ、まあ D よりマシか。おい、ほら。最後にお知らせをということなんですけれども、はい、はい、じゃあ高須さんから。はい、じゃあ改めて4月26日には両 A 面シングルの、ニューシングルです、先行アナピランブランデブ、今日はランブランデブを聞いていただきました。もし少しでも響いた方は、気になった方は聞いてみてください。4月26日を楽しみにしててください。そして4月15日土曜日は栃木総合体育館にて栃フェスやりますのでね、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。幸次郎さん。はい、私岩瀬幸次郎はですね、今スタジオ箱でギターの講師をやっています、うん、スキルアップしたい方、初めてギター始めたい方、ぜひぜひスタジオ箱のホームページをチェックして遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、いろはです。いろはの、音源がフォルラーレコーズ他で販売しております。ぜひ見に寄ってみてください。よろしくお願いします。はい、私クルーハズイカレンダーズはですね、絶賛水面下でいろいろやっております。お楽しみに。楽しみ、うん、ということでお送りしてきたスリップストリーム、来週のこの時間もぜひ聞いてください。お楽しみに。それではまた来週、バイバイ。